どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども新男女の情報来ております。はい、1月8日土曜日よりですね、12時より神々の成績に新たなフロアが追加と、今回はヘラルナの新たな進化祭を入手できるダンジョンとなっております。はい、ヘラルナですね、もう人水のヘラルナはすでに実装されてまして、まあ、奇跡をゲットすることで進化することができるんですが、今回からですね光のヘラルナが実装されます。実際に見ていきましょう。こちらテクニカルダンジョン神々の成績に新フロア転生ヘラルナ降臨が登場と、転生ゼウス・ギガ降臨をフリアをクリアクル出演します。はい、で最悪ではヘラルナ2種類が待っていて、倒すと一定確率でヘラルナを転生進化する際などに必要な奇跡がドロップします。でもう火のヘラルナはね、既に実装されてたんですが、あくまで奇跡の入手なはもう限られてたんですよね。今回のヘラルナ降臨によって新たにヘラルナのね奇跡の入手段が増えることで、火と光どちらもね無限に作ることができるようになりますということになっております。はい、で、こちらですね、ヘラルナのそれぞれ転生進化する奇跡がドロップして、このフロアクリアするためにヌエルドラゴン5種類ランダム3体以上がゲットできると、さらに一定確率でゼウスアワタマやブラフマードラゴンもドロップとなっております。はい、でですねヘラルナをねパーティーに入れることで、必ずボスの奇跡がドロップするダンジョンとなっております。はい、こちらがですね今回のヘラルナ降臨ですね。まあ、正直ダンジョン内容としては神々の成績の支援で相当難しいと思います。はい、ギガは結構簡単だったけど、シエルとノンはやっぱりめちゃめちゃ難しいので、まあヘラルナも相当難しいんじゃないかなと予想されますね。はい、まあぜひともですねヘラルナ入れてね頑張ってみてもらえるなと思います。はい、で今回ですねその新しく実装される光ヘラルナの実装が出ておりますので、こちらですね性能を見ていこうと思います。いきましょう、光ヘラルナ見ていきます。まずはヘラルナキャラの方ですね。バインドスキルブーストプラス枝豆、そして超つなげ式強化無効貫4つとなっております。はい、で聴覚性はスキルブーストプラスお邪魔耐性プラス無効貫通です。まあ、このキャラですねまず無効貫通で組んだ際は無効貫4つ持ちで火力を出せて、さらにサフィーラパーティーとかなら、まあ、枝豆生成する際が多いと思うんですね。そういう時の超つなげし強化でなんと火力も上げれるという感じで、まあ、例えば烈消しプラス無効貫どちらでも火力が出せるのがこのヘラルナの魅力なんじゃないかなと思います。結構使い分けできるしサフィーラパーティーとかなら面白そうな性能してると思います。はい、でスキルも敵の HP15% 分のダメージ再下段を光に変化、2ターンダメージを 60% 軽減が14ターンスキルと、かなり優秀なねスキルも持ってると思います。はい、これが光ヘラルナのスキルですね。リーダースキルは光の HP が3倍指5秒延長、光6個消して攻撃力が14倍4コンボ加算です。はい、まあ、正直このキャラに関してですねサフィーラパーティーにおいてはもうかなり壊れてる性能かなと思います。はい、まあ持っておければ便利だと思うんで入手手段はねかなり難しいんですが、ぜひともゲットしてほしいなと思っております。はい、であとは武器ですね、武器に関しては、回復ドロキョウ封印2つ、光列強化3つ持ちでスキラー 15% グラビティ再下段光生成2ターン 60% 軽減となっております。はい、こちら14ターンスキル同じスキルですね。まあ、正味キャラ自体は火力も出せて、特にサフィーラパーティーにおいてはもうサブとして必須クラスのサブになってくるのかなとは思います。はい、特にですね、まあ、サフィーラって回復欠損しちゃった時とかに耐久しづらいことが多いと思うので、そういう際にですねこの激減スキルっていうのはかなり役立つんじゃないかなと思います。これが光ヘラルナですね。こちらのダンジョン実装が1月8の12時からとなっておりますので、まあぜひともですね、挑戦してみてくださいとなっております。はい、で合わせてですね魔法石ショップに魔法石20個プラス確定ヘラルナガチャの販売が決定です。はい、こちら期間中魔法石ショップにて魔法石20個確定ヘラルナガチャを販売と、購入1回きりで2140円でゲットできます。はい、まあこちらヘラルナ持ってない人は買ってもいいかなと思います。ヘラルナ持ってる人はまあまあはいっていう感じです。はい、で続きましてパズドラモンスター総選挙にて各部門で勝ち残ったモンスターたちの頂点を決める本戦開催が決定です。降臨モンスターの部は明日1月7金曜日12時より投票開始しますので、ぜひやってください。はい、
まあ、ちなみに今日カミカミなのは完全に眠たいからですね。朝6時起きで友達と遊んで帰ってきたとこなんで、もうねやばいんですよね、眠気が。こちら厳選された総勢1000体以上のモンスターたちがノミネートされ、各5つの部門の各グループごとに予選本戦決勝を繰り広げ、栄えある1位を勝ち取るモンスターを皆さんの投票で決定していきますと。はい。で、コールリンモンスターの部はですね、こんな感じでピックアップされております。これらが予選を勝ち抜いたキャラたちですね。で、ダンジョンモンスターの部、レアガチャモンスターの部、フェスゲームモンスターの部、マスコットモンスター、その他の部という感じになっております。これ全部本戦なの？マデュー、おらえないかい！マデュー、おらえないかい！なにそれ！パズドラセンスないな、失望したわ。なんかパズドラ俺めっちゃ好きやったのにさ、パズドラやってるやつおもろいやつ多いな思ったのにさ、全然やん。なんなんこれ、まあでおらえないかい、俺入れたのに。まあ俺入れても変わらんかそっか、俺入れても変わらんよな、別に1票やもんな忘れてたわ、あんま変わらんわ。まあでおらえないかい、めちゃめちゃテンション下がった。でもほんまにテンション下がりました。僕も総選挙どうでもいいっす。はい。なんかあるんでやってください。あいー、あいっす、あいーっす。えいー。って感じです。はい。最後、1月7日金曜日、14時15時メンテです。はい。マジおらえないかい！マジでなんか泣いたわ。ちなみになんですけど、これ結構大事なメンテで、はい、もうふざけるのやめますね。メンテは明日、14時からなんですけど、神秘、裏神秘、神秘の次元コンテあり、神々の成績に、こちら。難易度軽減のため敵モンスターの残り HP が少なくなった際に発生する行動において発生する条件を調整または発生しなくなりますとなっております。はい。まあ、こちらですね、まあ正味神秘はもうミリノゴシ発狂がクソゲーすぎると、もうおもんないんすわ、はっきり言って全然面白くなくて、まあ、正直これね僕としてはかなり批判的な要素だったんですけど、今回のアップデートにてこちらがね軽減されるとなっております。はい。まあ、シンプルありがたいよね。やっぱ発狂って個人的には一番面白くなくて、なんかつまんねえなって感じだったんで、まあ、ここが軽減されるのはめっちゃでかいかなと思います。はい。こちら神秘と神々の成績すべてに入りますので、ぜひとも、まあ、これを踏まえて挑戦もう一度してみてください。まあミリ残しね、一部キャラはなくなるってことで序盤のキャラとかはなくなってほしいっすよね。まあ、100ポイントって後半でもうクソゲーしてくんのはもうどうでもいいですけど、一発目とかでね発狂あんのマジしょうもないんでね。ミリ残し発狂がパズドラの一部だっていう意見はマジで間違ってなくて、もちろんミリ残しがパズドラの伝統芸なんで、それはそれでいいと思うんですけど、面白くはないんでね。面白さ求めてる身としては消えてくれるのはありがたいかなって感じです。はい。まあ、それが伝統なんで悪いわけじゃないんですけどね、全然。まあ、正直個人的には消えてくれて嬉しいかなって感じになっております。はい。これがですね、今回の情報となっております。はい。もう眠すぎてカミカミなんだけど、とにかくヘラルナはサフィーラパーティーで強くなったから、もし持ってるなら使ってほしいなって性能にはなりましたね。はい。かなり強くなったと思います。ヘラルナのこのこっちも。まあでも火の方もね、シールフパーティーで強いんで、まあどっち作るかって言われたら、シールフ持ってるならまあ賞味火優先かな。ただ光もかなり強いからおすすめ。で、確定ガチャはもうヘラルナない人はシャナシで買ってあげてください。で、マデューいない総選挙に関しては、まあ、もう結構本戦絞られてきてるんで、ぜひ皆さんも投票お願いします。はい。なんかあれですね。まあまあいい。全然いいんですけど。マデューいないからね。悲しいな。レアガチャモンスターとかはこんな感じらしいです。マデューどこ見てもいないんだけど。マデューいないな。はい。ちなみに最後。はい。テクダンもね、明日10時からメンテなんでよろしくお願いします。ということで、今回の動画、この辺りで終わりにしようと思います。ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。マデューいないやないかい。バイバイ。